まあ、1次面接、2次面接、3次面接で、そのお二方は学生さんのどんなところを見られてるんですか？同じグループの、その MS 会場さんとその同時に受けて、その同じように内定もらえるみたいなことってあるんですか？その地方勤務 の、 その意味であったり、そのメリットであったり、デメリットみたいなところってどんなところがあるんですか？もう挑戦せずにはいられない環境ですね。そうですね、たくさんの挑戦をしたいと思ってます。メイキャリの梶谷です。今日はアイオニセドアソンプさんにインタビューをさせていただけるということで、人事部の北原さんと斉藤さんにお越しいただいてます。ではお二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまずは簡単にお二人の経歴と自己紹介をお願いします。はい、私アイオニセドア損害保険人事部採用グループの北原と申します。入社年度は2010年度となりまして、入社より9年間営業部門を経験してまいりまして、2019年度より現在の人事部採用グループに参りました。採用2年目となります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私アイオニセドア損保人事部採用グループの斉藤と申します。私2018年入社になりまして、入社当初から人事部採用グループに配属になっております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速ですね、お二人に質問をさせていただければと思うんですけれども、やっぱりその就活生からすると、その、まあ、人事の方って敷居がちょっと高いんで、まずはお二人がその休日に何をして過ごされてるか教えていただいてもいいですか？はい、まあ、もともとね、野球を結構やっていたこともありまして、野球が好きで、野球観戦をねしたりしております。またねサウナに入ったりするのが好きですので、そういう風に体を絞ったりするのもね、お家で自家トレーニング、負荷トレーニングっていうんですかね、そういったものをですね実施してますね。めちゃくちゃ体育会系なんですね。いやそんなこともないんですけれども、ね、はい、じゃあ斉藤さんもお願いします。最近は家の周りを散歩したりですとか、会社の同期とかと飲みに出かけることも、ちょっとコロナの状況の前はたくさんありましたね。テレビを見たりですとか YouTube 見たりとか、結構インドアな趣味も持っているので、休日を活用してリラックスしているというような形になります。結構、はい、あいおいさんでは同期の方と仲いいんですか？仲はいいと思います。入社時の導入研修でかなり仲良くなって、で地方にも仲の良い同期がすごくできるので、地方の方に私が行ったりだとか以前はよくありましたね。ありがとうございます。お二人のことをちょっと簡単にちょっと知れたところで、はい、ここからちょっと学生がちょっと気になる質問をさせていただければと思うんですけれども、そのお二方は学生さんのどんなところを見られてるんですか？主にですね、やっぱりコミュニケーション能力だったりですとか、あとは当社にどのくらい興味があるのかなっていうところと、パーソナルのところがですね、どういった特質を持つのかみたいなところについてはしっかりと見るようにはしております。もちろんやっぱりそれぞれの専攻の過程において見ているポイントっていうのは当然あります。やっぱりただ共通して言えることとしては、その学生がどのようなやっぱりマインドを持っているのか、どのような思いを持ってきて今までですね、これまで人生歩んできたのか、そしてさらに大事なのは今後どのようになりたいのか、さらに明確なビジョンを描けている、やっぱりそういった人間というのは魅力的に感じるのかなっていったところは共通において大切なポイントかなというふうに考えております。本社のことをしっかり理解して自分のことをちゃんと伝えられる人っていうのがじゃあ一番重要なんですかね？そうですね、そう思います。同じグループ の、 その MS 会場さんとその同時に受けて、その同じように内定もらえるみたいなことってあるんですか？選考フローですとか、あとその選考の基準ですとかっていうところも違いますので、本当に別会社を受けて内定を取るっていうようなイメージで大丈夫です。そうなんですね。なんかこのグループ同じなんで、その情報とかって共有されてるのかなと勝手になんか思っちゃってたんですけど、そういうとこもないんですか？それも全くないんですね。そこはちょっと安心って言ったら変ですけど、安心しますね。あくまでも採用は本当にグループ各社実施しておりますので、そういったことはないかなといったところでございます。競合の東京会場さんであったりとか損保ジャパンさんと比べたときに、こんな魅力があるよみたいなところを教えていただいてもいいですか？そうですね、やっぱりまあ非財閥であるというのが当社の一つの特徴だと思っています。まあ、このメリットとしては、我々のやっぱり多様性に表れているわけなんですけれども、まあ、日本生命さん、そしてトヨタ自動車さん、日本を代表する企業さんとの強固なパートナーシップを築いている、それをはじめとしたやっぱり独自の商品サービスを開発しているということ、さらには直近では私もプラットフォームプロジェクトというものをですね、実は立ち上げまして、オンラインサービスを提供していて、様々な顧客、本当に多くの顧客を抱えている事業者様と新たなビジネスモデル構築を今作り上げようとしています。そういった意味ではやっぱり目新しい取り組みに先んじて取り組むといったところでは一つ強みがあるんじゃないかなというふうには思っています。続いてやっぱりどうしてもちょっと学歴が気になっちゃうみたいな人も多いと思うんですよ。なんでちょっと実際その学歴のボリューム層だったり比率っていうのはどんな感じになってるんですか？これに関してはですね、本当に一切考えておりません。
私の同期のボリューム層というか、あの大学とか見ても全くあのどこがどこが多いとかそういったところはなくですね、あの会社についてもあの学閥なんて呼ばれるところはあの私は聞いたことがないんですけど、北原さんも聞いたことはないですよね。そうですね、私ももう10年以上勤務しておりますけれども、そういったことを感じたことはこれまで一度もないですね。ぜひじゃんじゃんご応募いただければというふうに、はい、皆さんちょっとご応募お願いします。お願いします。ではですね、次にちょっとなんか入社後の環境についてちょっとお伺いできればと思うんですけれども、やっぱりその大企業だと成長ができないみたいなイメージが私自身ちょっとありまして、でそこで口コミサイト見てみたら、その20代の成長環境の評価がすごい高かったんで、その理由が気になったんですけれども、その具体的にどんな成長環境があるんでしょうか。そうですね、どの部門にも言えることとしては、当社ではですね、あの本当に若手社員にもですね、さまざまな責任のある仕事を任せています。例えばですね、あのその所属拠点を代表するような代理店さんでしたりとか、非常に難解な自己対応をだったりとか任せたりもしています。もちろんそれに対してフォローっていうのもしっかりつけてます。なのでその時に困ったことがあれば先輩または上司といったものがしっかりとフォローに入って、その解決に向けて対応していきます。なのでそういった意味では若いうちにですね、非常に貴重な経験っていうのは積めるのかなというふうに思っていまして、そういったところがですね、口コミサイトでも書いていただけているのかなというふうに思いますね。でこれに関してはあのコーポレート部門も同様で、あの実際にね、当グループではですね、まさに今日今もですね、ここに出演してくれている斉藤さんというのは3年目の若手社員になりますけれども、非常にバリバリ活躍をしてくれているわけです。その点斉藤さんってどうです、実際今のご自身のお仕事。あの1年目の段階でもですね、例えばあの夏のインターンシップですね、まあ、当社の大型のインターンシップなんですけども、そこ の, あのプログラムにあの意見を出させていただいたりですとか、あとはこう企画段階にまでかなりあの入らせていただいていて、若手ながらですね、たくさんの挑戦はさせていただいているのかなというふうに感じております。いいですね、なんか挑戦の環境とか機会も与えてくれるし、それのフォローもしてくれるっていう、もう挑戦せずにはいられない環境ですね。そうですね、たくさんの挑戦をしたいと思ってます。本当にいろいろと挑戦してもらいたいというふうに考えてますね、はいはい、では続いてちょっと社風みたいなところに関する質問なんですけど、全国転勤だったりその地方勤務が、まあ、ちょっと嫌だなと思ってる学生さんもいるのかなと思うんですけど、その実際地域みたいなところは選べるんですか。地域についてはあの選ぶことができないです。で、あの当社の応募要項としましては、地域型はですね、あのもうそもそもエリアが決まっていまして、私だったら首都圏の地域型で採用されていますので、神奈川県、東京都、千葉、埼玉の中で1時間45分以内で通える範囲内の事業所に配属っていう風になっているんですけれども、全域型の方はですね、もう全国あの北海道から沖縄、そして海外までですね、配属の可能性があります。その地方勤務 の, その意味であったり、そのメリットであったりデメリットみたいなところで言うと、どんなところがあるんですか。まあ、あの地方勤務を経験することによる一つのメリットとしてはですね、やっぱりあの地域に応じて、本当にマーケット特性っていうのはあの様々ということですね。あの私も地方で勤務を経験したことがあるわけなんですけれども、例えばですよ、自動車保険の分野でいうと、首都圏だと1世帯に自動車って1台ってイメージなのかなというふうに思われるかと思うんですけれども、もう地方に行くとですね、自動車社会ですので1世帯に何台複数台持っているというのは結構当たり前だったりします。あと企業というのもものすごい数の自動車を保有したりしています。そういった意味では地方の場合だと、いかにその世帯ないしは企業にいかに効率的にまたは包括的に保険をご提案できるか、そういったような戦略を代理店さんと一緒に考えていくということも非常に必要だったりもするんですよね。まあ、そういったことを実際に肌で経験することができるっていうのは、経営的な視点を持つという部分では一助を担うんじゃないかなというふうに思いますね。でちなみにあの地域型のワイドエリアというあの職種があるんですけれども、こちらは任意卒の皆さんから新設させていただいた職種になるんですが、こちらは地域型のエリア型よりも少し広範囲でですね、あの地域を選べるようになっておりまして、であの地域型のエリアとは違って、ワイドエリアの皆さんは、転居を伴う転勤配属もありえますよといったような、そんな職種になっています。実は保険にはあまり興味がないみたいな人も結構いたりするんですか。はい、私もですね、実は保険ってなんだろうみたいなところから就活を始めた人間なので、もともと興味がありましたっていう学生さんは多くはないのかなというふうに思っております。
そうなんですね。ではここからちょっとポンポンと質問をさせていただければと思うんですけれども、法人やリテールだったりとかそのコーポレートみたいなところで各地域への配属っていうのは決まっていたりするんですか？例年で言えば、入社後研修のところで発表されるといったような流れが基本ですね。ありがとうございます。ちなみにその割合っていうのはどんな感じなんですか？はい、そうですね、割合というのもですね、実は一概には申し上げづらいんですけれども、ただやっぱり営業と損害サービス、いわゆる現場部門と呼ばれる部門ですよね。そういったところにまずは配属をしてっていうところが基本になっていますので、コーポレートの、いわゆる本社部門っていうところよりかは、大部分が、営業部門、損害サービス部門に配属されるといったようなイメージなのかなというふうに思います。最後に就活生にメッセージをお願いします。はい、こういったコロナウイルスの状況になりますので、なかなか情報が取りづらかったりですとか、当社もですね、そういった状況踏まえまして、皆さんに当社の各種イベントにもご参加いただければなと思っております。そして何よりですね、皆さんこういった状況の中でも自分がどんなことをやりたくって、どんな自分になっていきたいのか、どういうキャリアプランを選ばれていきたいのかっていうところは、こういったオンラインであろうが対面であろうが変わらない考えなのかなというふうに思いますので、そこをしっかりと自分でプランを持って、自分に合う企業に出会えるような就職活動にしていただければいいのかなというふうに思っております。はい、皆さん本日はご視聴ありがとうございます。当社もですね、皆様に、少しでもですね貢献できるようにですね、全力で就職活動を応援していきたいと思っておりますので、そういったところでですね、3月以降もイベントを用意しておりますので、ぜひね、当社にも目を向けていただければなというふうに思っております。また本当に皆さんの思いとして、さまざまな、ね、リスクと向き合って、本当に人々だったりとか企業社会の発展に貢献していきたい、役に立ちたいななんていうふうに思っていらっしゃる方がいれば、ぜひ当社でですね、やりがいを、ね、感じていただけるようなフィールドをですね、ご用意できるかというふうに思っておりますので、ぜひね、ご応募いただければと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではこの動画を見てですね、IoE にせドアソップさんが気になったちょっとお二人と話してみたいに思った方は、概要欄に採用ページが貼ってありますので、ぜひご覧ください。お待ちしてます。お待ちしてます。よろしくお願いいたします。お願いします。